いやいや、今日はですね、あの大体わかるよね、このボードが4つあるってことは。やだやだ、いなくないわかるよ、私がいなくないよ。なんだと思う？絵だよ。正解。そう、絵の伝言ゲームをね、伝言ゲーム、そうそう、しようかなと思って。今日はね、ちょっとたまたまあのマネージャーさんも来てくださってるということで、マネージャーがあの、まあ、例えば、おお、これはですね、どう、簡単？難しい？難しいよ。ちなみに僕は簡単だと思ってる。あ、そうなんだろう。わかりやすいし、特徴があるから、特徴があるから。あ、わかった。マネージャー入ってくるよ。マネージャーだ。わかった。できた。簡単じゃん。でもどんなお前メガネなの？私これ、はい、なんか生きてるメガネ。なるほど。これね、先入観が。じゃあこんちゃんいい？はい、見せます。はい、はい、どうぞ。1、2、3、4、5。はい、え、ちょっと待って、今のなんだ。もうね、ほんとにうさちゃんが先輩。ちょっと待って、ちょっと待って、ね、マジで待って、分からへんねんけど。頑張って、こんちゃん。え、じゃあうさちゃんのやつをそのまま書いて。はい、早くないかけたの？できました。はい、私はこれを描きました。なるほどね。まあでも生き物でね。うん、いくよ、ビリちゃん。はい、はい、1、2、3、4、5。なになになに、大丈夫？でもこれ、これうさちゃんのせい。ねえ、うさちゃんのせいでしかない。違うよ、こんちゃんがそこで崩したって。え、分からへん、もう全然何か分からへんね。え、なに、ビリちゃん分かった？分かんない。わかんない。わかんない。はい、これですね。じゃあ、はい、1、2、3、え、待って、4、5。こんなのか、ほんとに。待って、待って、これ野獣？野獣？ちょっと待って、待って。はい、わかった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 。はい、じゃあいくよ。はい、はい、せーの、じゃん。え、ワンワンワン。あのさ、あの教育テレビ、教育テレビのワンワン、ワンワン。ああ、世代だよね、もう。まず第一、その俺それ出す。不正解です。ああ。私は、なんでこれ。うさちゃんが最初からもダメだもん。ちなみに、はいはい、ちなみに私はヤギだと思いました。はいはい、ヤギ、はい、違うよ。じゃ、待って待って、え、私はマジで分からへんかったから。なんでうさちゃんの絵を映した感じ。なんか、こんちゃんで狂わしたよ。このこんちゃんはもううさちゃんのまんま。でしょ、そうでしょ、そうでしょ。え、ヤギじゃないの？違うよ、なんかその角。じゃあ分かった、じゃあ分かった、待って、ね、うさちゃんでやって、これ見せるよ、見せて、見せて、せーの、はい、ほらー。正解を、正解いきますよ。どっち、こっち頭ですか？え、待って待って、当てた当てた当てた。え、なんだろう、当てた。え、楽だ。違うよ、角でしょ。だって、わかった、あれだ、バク、なんだっけ、でかいよ、でかい、サイ。そう、正解はサイでした。嘘だ。せーの、こちらです。ねえ、ウサマリア描けないよ。そんなリアクションな。まあこんな感じなのかな。あ、できた。できた。じゃあ私はこちらですね。まあ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 、これをじゃあ、はいはい、1、2、3、4。え、難しいやろ、はい、お題絶対。お題絶対難しいや。いいよ。うん、これで、いいよ、うん、いいよ、これでいきます、うん。え、違うかな。うん、いいよ。違うのかな。はい、ちなみにいきます、こんちゃん。これで、こちらです。え、見れる、見れる。オッケー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 、いいよ、いい感じ。いい、じゃあ、はい、うさちゃんに。はい、はい、1、2、3、4、5。はい、終わり。はい、違うのかな、なん
だろう。でも多分分かった。多分分かった。分かった分かった。ナイス。分かったけど。いける。あの一番人の絵が苦手。ちょっとうさちゃん、うさちゃん、え？じゃあどうぞ。はい、どどん、こちらですね。これはい、じゃあ次小島さんに、はい、見て、じゃあお願いします。はい、小島さん、1、2、はい、どういうこと、どういうこと、どういうこと、4、5、はい、終わり。どういうこと、はい、まあ人だから。え、なんで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 、お願い、お願い、じゃあどうぞ、じゃあ書いてください。ゆうちゃんお願い。え、待って待って、いやでも正直、私のえ、私あの小島さんの答えを、はい、小島さんの答えはデデン、小学生の女の子。それ俺でお題出したら変態だ。なんで犯罪だわ。そう、でもそういう匂いはするから。だってわかんない。やだ。じゃあうさちゃんとこんちゃん書いたやつを見せて。うん、私いいよ。私がこれ、私がこれ、じゃあ私がまず一発目、一発目が小学生の女の子、うん、女の子、うん、で、ウサは何だと思った？え、タマちゃんじゃないの？え？え？え、タマちゃん？うん、マルちゃんの？うん、あー、なるほどね。あー、コンちゃん、私は研究生。まあ、3人とも不正解。そうですね。本当ですか？え、私が書いたのこちらです。え？誰？え、何持ってんのこれ？ちょ、見ていい？いや、すごいいい。いや、こんちゃん分かんないね、でもこれね。いや、これすごい。分かった。分かったでしょ。分かったよ。やってしまった。やってしまった。結構特徴捉えてんだよ、私。これすごいいい絵ですよ。これが最大の。そうそう、特徴捉えてんだよ。分かった、私正解。あー書いたのよ。これミサマリアっていうお題を出してちゃんと書いてくれたら、なんかマットサイオンプスみたいな。ギリギリ哺乳類なんですけど大丈夫ですか？ギリギリセーフです。じゃあ大丈夫です。ギリギリはいかないです。